そして続いてのチャレンジャーは井上さゆり。さあ井上さん。はい。じゃあ井上さん、これね、はい、手ぶらで歌うわけにはいきません。はい、いいですか。はい、得意ですかカラオケの方は。いや全く。全くですか。だってメンバーを前にしてこんな歌うこともないでしょ。なんかすごい、はい、どうした大丈夫か。なんか変なキノコでも食った。大丈夫ですか。はい。今まで私がしてきたこと間違い